ドラゴンズは和田から。この打球は距離は伸びていった、届きました。今シーズンの第11号、2試合連続、試合をひっくり返しました和田の一振りです。今日の試合はどちらにこう転ぶのか全く分かりません。1点のリードは今度はドラゴンズです。一時は2点のリードジャイアンツ、しかしクラークの一発で同点、さらにこの回一気に逆転に成功しました。今のこの対決というのは長谷さんいかがでしたか。そうですね、まあ、甘いボールではあるんですけど、速いボールの高めというのはバッター難しいんですけど、和田選手は高め強いですからね。で昨日もライトに久しぶりにホームランを見たんですけど、やはりあっちに